さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。ここ最近重めのチュートリアルがちょっと続いてしまったので、今日はちょっと軽めのタイムラプスチップスというか、情報をお届けしたいなと思います。この動画を通じてですね、ホーリーグレール撮影のことを知った人って結構多いんじゃないかなと思います。ホーリーグレール撮影っていうのは、昼間から夕方星空、もしくはその逆ですね、星空から始まって朝焼け昼間っていう、その一連の露出変化の激しい時間の流れを、滑らかに表現するというのがホーリーグレール撮影です。今までですね、こういうふうにいろいろ動画を作ってます。まあそのオートでやる人は、まあカメラのオートでやる人はニコンの Z を使った方がいいですよとか、その他のメーカーを使ってる人はこうやってマニュアルで撮影をして、それを後でタイムラプス用の専用のソフトウェアに取り込んで、露出平滑化をかけれますよというふうにお話しします。ホーリーグレールできるできないだったら結構できるカメラ多いんですけども、やっぱりそのフリッカーが出ちゃうんですよね。パチ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 っていう明滅現象が出ちゃうんですよ。ホワイトバランスが変わったりとか、あと露出がこう、小刻みにこう明るくなったり暗くなったりっていうのが変化する。それが結構ね、見てて疲れてしまうので、まあ、それを滑らかに表現するのは結構難しいということで、私の著書のタイムラプス撮影の教科書でもですね、ご紹介してますけども、皆さんその辺切磋琢磨して練習されてるんじゃないかなと思います。ホーリーグレール撮影って要はそのマジックアワーの時間帯が被るわけですよ。夕暮れ朝焼けの時間帯。さてその時に皆さんはどの方角にカメラを向けますか。今日は、そのお話をしたいと思います。それでは行ってみましょう。まあ、一言でマジックアワーの撮影といってもですね、日の出日の入りの時間帯の前後30分もしくは前後1時間ぐらいの時間帯で起こるグラデーションの変化ですよね。青から赤、そして夜になる。もしくは逆、夜から赤になってオレンジ、雲が出てればピンク色になったりもします。そんな、劇的な美しい空のグラデーションが撮影できる時間帯なんですけど、やっぱりみんなその日の出日の入りなので太陽の方角向きますよね。太陽がこれから昇ってくるところ、太陽がこれから沈む方向に向きます。その太陽の周りに見えるそのグラデーションがマジックアワーになるわけですけども、それとは反対側にもう一個のグラデーションが起こっているんですよ。これビーナスベルトっていうふうに言われます。地球があって、まあ、こう太陽がこう沈んでいくわけじゃないですか。でそうすると太陽が地球、まあ、私たちが立っているところから地平線ですよね、そこから下に行くと、地球の裏側に行くと、太陽の光が地球に当たってその地球の影を作ります。その地球の影の上の方にうっすらとできるピンク色のグラデーション、これがビーナスベルトっていうふうに言われています。でこの地球の影がどん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 大きくなってビーナスベルトがなくなっていって星が出てくるっていう状況になるんですけども、マジックアワー、その太陽が見えてる方向を取ると、まあこういう感じですよね。で、反対側ビーナスベルトを見るとこういう感じです。はい、どっちも美しいですよね。だからもしカメラを2台持っている方はですね、東側を撮りつつ同時 に反対側西側も撮った方がいいっていうことです。
太陽が沈む方向とは反対側の方向が、より濃くビーナスベルトが出ます。まあ、もっと広く言うと太陽が沈んでいく方角とは違う方向はですね、広範囲にはだってビーナスベルトが発生するんですけども、結構ね、標高の高いところから撮影したりするときは割とビーナスベルト、地平線がこうすっきり見えてますから、ビーナスベルトがすごく、撮影しやすいっていうことになります。私がホーリーグレール撮影をするときはやっぱり夜にどうやってストーリーをつなげるかっていうのがやっぱ大事だなと思ってて、マジックアワーが消えて天の川がブワーなのか、もしくは反対側、天の川が沈んでビーナスベルトがブワーなのかみたいな感じで、でこのですね、ビーナスベルトがこう登っていく時のこう日陰のね、こう動き、ふわーっていう地球の影がこう夜の帳が降りるとか上がるとか言いますけどね、おしゃれな言い方で、そのね、時間をタイムラプスで表現できるっていうのが非常にかっこいいんですよ。ただこれやっぱり結構タフな撮影で、撮影時間が長いです。だいたい3時間ぐらい最低かかりますよね。だから私の場合はその3時間を一連の流れで1台のカメラで撮りつつ、反対側もう1台のカメラの方はそのビーナスベルトとかマジックアワーとかの時間帯だけを結構3秒大きいのインターバルでバシバシバシって撮っていくような感じで、撮影します。まあ、その時にフィルターを使って明るさの輝度を整えるんですけどね。まあ、そんな感じでですね、今日はマジックアワーとビーナスベルトの紹介でございました。今日さっぱりしてるでしょまあこういうね、軽めのネタもちょっと提供していきつつ今後は、動画作っていきたいなと思います。それでは今日はここまでにしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね、バイバーイ。